でいつもサーマークしてて、忙しい朝やっぱできない人、お母さんとか意外とそういう方とかも買われてるみたいで、ターゲット層でいうと多分 20,30 代ぐらいの女性がメインかな。まあでもどういう人に向けて作るっていうよりかは、なんか自分が欲しいものを作り始めたんで、まあ共感していただけてる方に今多分買ってもらってる感じなので、私が欲しい色とかを多分今期はこれが欲しかったからこれにしたっていうところはありますね。そんな気持ちでやってるから多分仕事感がないんだと思います。こんなんとかですかね、できてるかな。職業でこう人の頭に触るお仕事してるので、使いやすさとか、まあ、なんか商品を実際手に取ってなんかもっとこうだったらいいのにとか、使いやすさとかの面で思うことってすごい、まあ、皆さん多分あると思うんですけど、それが結構ヘアアクセとかの時に私はあったので、まあ、そういう面でこう改良して作りました。意味は、これなんですけど、これあのメモ帳に書いてたやつ で、ちょっとどうしようかなって思った時に、なんかあの ODD で書いて、あの OT って読むんですけど、それとなんか自分の頭文字、これは違和感みたいな、ちょっとなんかあんまりいい意味ではないんですけど、と H を混ぜて、でプラスなんとなく自分の好きなテイストがちょっとストリート寄りだったんで、なんかそういうニュアンスを混ぜた時の行き着いた場所でしたねって思ってるんですけど、あ、来ました。これはあのモザイクかけてるけど、どうだろう、汚すぎる。あ、そうなの、一つ、なんかまたボブにしたい。ああ伸びたもんね。じゃあもう襟足詰めちゃおうか、がっつり。何色がいい？かわいい、ね、かわいいやつにしよう。赤紫にしよっか、じゃあそうしよう。混ぜるのが嫌いなんで、この機械与えてもらってめっちゃ助かってます。まあその人に似合うか似合わないかですかね、基本的には。もう本当にそれだけです。あとはその人のライフスタイルに合うか、なんか無理な提案しても多分できないし、なんか可愛いって思っても多分できないと思うので、なんかできる範囲の一番可愛いっていう落とし所で考えてます。ちょうどあのお店を出そうと思ったタイミングでコロナになっちゃって、でももうやめちゃったんですよね。でなので、まあ、そこからじゃあ、まあ、数字的な意味でも自分の実力を見れるのかなと思って、一人でどれぐらいやれるのかが分かんなかったので、もうアシスタントとかを使わせてもらって、まあ日々やってたので、まるまる一人でやるってことがなかったんでっていう感じです。コロナ以降からの活躍がしてるよ。ちょうど辞めたからだよね。そうだね、会社辞めて、それで横浜の一人でできるようになったから。一人でできるようになってから自由に動けてよかったよね。もう多分ね、そういうタイプだもんね。自由にさせた方が光る人。素晴らしいよ、本当。そんな変な人いない。まあ、そうだね。それはちょっとでも、まあ、そうかもしれない。そうですね。プレイヤーをやりたいなっ
って思ってますね。多分私の軸はもう美容師で、ここでこう湧いてくるものがポコポコあって、それが今たまたまお仕事になってるってだけで、なんかそんなになんて言うんでしょう、自分自身は結構地に足をつけてるというか、こっちは本当に趣味みたいな感じなので、こっちでどうにかしてやろうとはまだ思ってないって感じですね。本当にたまたま多分こういいって思ってくれて賛同してくれる方がいて、たまたま成り立ってるって感じだと思うので。ちょっと次出る人が霧をつけたっていう。で、今出店の準備をしてて、共同経営みたいな感じなんですけど、私はどっちかっていうと、まあ、フリーランスのままやらせてもらいたいので、まあ表は2人で立つんですけど、結構自由にこう働かせてもらえるような感じです。おー、最高だよね。取り合い個体機ないですね、なんかいけるっしょみたいな感じですね。基本的にはあんまり無理って思ったことはないし、無理なことは多分そもそもしないんで、楽しいと思ったらやります。はい、それだけですね。